関西発祥ネクストブレイク芸人、そう私たちがスターティングメンバー、スタメンのミーティングルーム始まるよ。丹波の皆さんこんばんは。どうも阿佐ヶ谷姉妹です。違います。全然そんな感じはないでしょ。肘、右肘、乾燥がすごいのよ。見せないでください、そういう乾燥肌のところを。ボリボリ書いていきましょう。書いたらあかんやろ。はい、ボリボリ書いていきましょうって書けばおもろいな。じゃあみんなでボリボリ書いていきましょう。ショー、あかんやろ。ダメですか。書いたら、ごめんな、書かないように。いや、かゆいからね。叩いとき。叩くん分かる。お母さんとかにさ、書きなー、叩いときー言われてさ。叩いときーって言われる？いや、お母によう言われてた。でも、蚊に刺された時とかに叩いたりさ。あのさ、蚊に爪の跡？あ、バッテンつけたりさ。そうそうそう。あの、丸いとこ四角で囲んだりせへん。爪の跡。四角で囲む派？私、こう、バッ、こう、爪でピッピッって、バッテンをつけた。あれなんなんやろな。あれやったら、何の話やん、これ。まあ、そんなことは置いといて。今日は、今日は、ね、何の話ですか。こんな話をしましょう。どんな話。靴、はい、はおしゃれな方がいいのか、はい、歩きやすい方がいいのか。あ、もう答え出ました。え、どっち言う。うん、せーの、歩きやすい。もうさー、もうさー、もう終わったよこの話。理由を聞こう、理由を聞こう。理由が、なんでですか。いや、もうシンプルに、うんうん、まあ、あの、私の見た目上ね、うん、ヒールとかおシャンティな靴を履いてもすぐ汚れますし、うん、汚れるんや。汚れます。汚れるし、あの、うん、痛いから。痛い。あ、まあ、痛いな。うん、でやっぱそう考えると、うん、でもやっぱ28、9年生きてきて、うん、アディダスしか履いてないからな。マジでスニーカーしか。今スリッパナイキ履いてるけどな。今はこうナイキなんですけれども。いや、でもスポーツブランドをね、ずっと愛用してきたらやっぱ、そうなのよ。スポーツマンは履きやすい靴を求めて、プレーする時も、うん、そういう靴を履くから、うん、逆にさ、うん、そう、ヒールとか履いたらさ、うんうん、歩けへんし、うん、なんでこんな足痛めつけなあかんのって思うくない？やっぱりそれって、おしゃれを、デートとかさ、とこ行く時は履くんじゃん。うんうん、あー、ヒールは履かんない。うん、あの、結婚式の、そういう場面に適したことはするけど、うんうん、だって毎回それで靴ずれなってめっちゃ悩むもん、うん、痛いよな、うん、って考えたらやっぱスニーカーが多いですけれども。ヒール履いたことある？ヒデカない、人生で、うん、ほんまに今度履こうか。ないないない。なんか、まあ就活はしてないか。就活してない。なんかそれ結婚式とかない？結婚式行ったことないんですよ。あ、そうなんや。そう、でもスーツを着るときに、あれヒールじゃない、ごめん、なんて言ったっけ、ちょっとだけこう浮いてるやつ、パンプスみたいな。パンプスって言ったっけ、あれパンプス。パンプス、なんだっけ、わからんけど、うん、パンプキン、はい、パンプキンじゃないやろ。パンプキンを履いたことあるよ。ある、あるんや。でもあれも気に食わんの、気に食わんの。痛いわ。痛いな。痛いし、わかるわかる。もうちょっと段差がついてたらマジで足痛い。いやし、走りにくいわ。走らへんけどな、それ履いて。パンプスで、いや、とか居酒屋行った時とかさ、うん、あの、やっぱ女の子よ、このビーって、あの、わかる、紐なんかチャックとかいろいろやってる、うわ、めんどくさそうやなっていうの。脱いだり履いたりするときな。なんかもう、でもうちらみたいな、もうすぐ靴脱いでな、座敷上がれるしな、トイレも行きやすいしな、ざまあ見ろってずっと思ってる。ざまあ見ろとは思わんけどな。ロングブーツとかね。でも、その、でも、ちょっとおしゃれな靴も、履いた方がいいかなとは、はいはいはい、その、もう、あんまり運動してないから、私も、うん、なんかちょっとはでも思うようにはなってきた。そうですね。うん、まあ、気遣いと言いますか、おしゃれなのは、いや、よく言えば買いたいよ。うん、お金があるのであれば。ね、でも、まあね、やっぱそれでも私は、その、おしゃれ、うん、アディダスのおしゃれな高い靴を買いたい。あー、まあ、スポーツブランドめっちゃおしゃれになってきてるからな。おしゃれやね。やし、そう、メンズのデザインが好きなのよ。あ、そうなん？そう、なぜ？メンズの方が可愛いやん。こう、オーバーサイズ着たり。あ、まあ、でも、見た目もあるかも。うちは逆に似合わんやろ。似合いそうやな、ヒデカ。その、うん、ごついやつとか似合いそう。ストリート系とか、うん、なんか、メンズ系のが多いねんけど。やっぱ、おしゃれな靴ですか。しかも、私とか、身長高いからさ、うん、ないねんな、サイズ。あの、レディースとかで、あんまり。なるほど、なるほど。うん、それめっちゃ悩みやわ。いつも服買うときとかって、サイズ何聞いていい？レディースの L？L、レディースの L はなかなか入らんの？入らん。体細いやん、線は。
じゃなくてここが足りひんってこと、上あの首下の、そうやな、その長さとかが足りへんし、え、全然だって私も肩幅あるしピッチピッチなるし、うんうん、レディースのそういうフリーサイズというか SML みたいなやつは、うん、L でまあ入る入らんぐらいかな、まあブランドによるな、そこは。なるほどね。うちもメンズの S か M やな。メンズはね、うん、わかる。M はいかんかな。S か極端に XL とかいくで。ダボって切りやすい。ああ、なるほどね。そう。なるほどね。どっちかやねんけど、レディースサイズはマジで入らん。入らへん、ほんまに。あるあるよ、ね。マジでやめてほしい。肩幅がまず。そうそう、肩幅合うたんやん。肩幅。肩幅どうにかして。肩幅と、でもね、うん、足はね、まだマシなんですよ、自分、うんうん。足はね、あれやねんけど、それでもでかいけど、ウエストだって90ぐらい多分あるで。でかすぎやって。測ってないな、そう。あかんよ。100いくんちゃうもんなん言うとだ。100はいかん、ね。だって前までなんかちょっとダイエットしてたけどさ、なんか、どうなん最近。最近リバウンドして、うん、だからマックス73あったんすよ、うん、で66まで落として、もうすごいやん。で最近69まで戻っちゃって、で最近またこのね、うん、お水をまた意識的に飲むようになりまして、 やっぱ水って改めてすごいなって。え、水ってどれぐらい飲んでる、ぶっちゃけ。1リットル以上飲んでる。あ、飲んでる。それを意識的に飲んでるの、うん、意識的に。まあもう意識して過ごしてたら、今はもう自然に飲むようになってきた、うん、家でもやっぱ飲むようにしてる。飲む飲む。あ、お茶とか出えへんの家で。あ、お茶出るけど、私は水を飲んでる。うん、なるほど、ね。うん、意識的にそれは。そうか。うん、でも水はやっぱりいいですよね。肌が綺麗になるし、うんうん。トイレ行くたんびに、あ、汚いもん出てるわって。あ、わかるわ。わかる。めっちゃわかるで。うん、出ていけ、出ていけって思いながらやるわ。うん、で、まあめっちゃごめんなさい、汚い話になるんですけども、うん、そう、ちょっとおしっこをねした時に、黄色かったら、うん、あ、体に悪いもん食べてたんやなってなれへん。わかる。あ、ビタミンのあれもあるかもしれんけど、うん、だからほんまにもうほぼ水とか綺麗なものしか食べてへん日って透明なのよ、うん、おしっこが。あ、でちょっとあの甘えてコーラとか飲んだ日はちょっとおしっこの色がちょっと変わんねやんか、うん、まあそれはあるな。そう、だからそういうの、それはね、水分不足よ、あの色が濃い時は水分不足。あ、そうなん、うん、あ、そうなの。コーラとかのああいう砂糖系の色じゃなくて水分不足で黄色になるってこと、うん、うん、って習ったけどな。分からん、これ記憶正しかったらあれやけど、はい、正しいと思う。うん、なんで靴の話からおしっこいったの。ほんまやで。ほんまに。靴はもう、うん、動きやすい方を選ぶっていう結論ですね。うん、そうですね。で、おしっこに関しては、食べへんかった。水分不足で黄色くなるという。ちょ、おしっこで思い出してんけどさ、うん、うちおもらししたことがあって。あ、そうなん？人生で3回。うん、ぐらいかな、うん、1回は多分幼稚園の時にしてるはずやね、うん、覚えてない、はいはいはい、でもう1回は小学6年生の時に家の玄関でして、うん、4年生か。それあるかも、私も。え、それってあれ、あの家でやろうと思ったけど間に合わんかった。そう、お母さんと夜どっか行ってて帰ってきて、うん、で玄関の横にすぐトイレあるはずやのに、うんうんうん、なんか荷物を置いた瞬間、はいはい、ジャッてこうとか、あと風呂場のゴミ箱におしっこしてボコボコにされたとか、うん、それはボコボコにされるわ。なんで風呂場の何ゴミ箱ですんの、うん、いや子供あるあるでさ、うん、小さい時ってこうやったらあかんって分かってるけどやりたくなる時ってあるやん、うん、そのまあね、うちはそれがそうやって、うん、その気持ちは分かるよ、うん、やったらあかんって言われたらやりたくなるけど、うん、おしっこに関してはならんやろ。いや、なんか、そう、なんか反抗期やったんか分かんないけど、バレへんと思ったら。反抗の仕方、ダッサいな。で、あともう一回が18の時ですよ。うん、これ皆さん、大人のお漏らしってすごいですよ。ほんまに夢で便器出てくるんですよ。うん、あー、でもそれ言うよね。うんうん、聞いたことあるやろ。うんうん、そう、ほんまにトイレ、夢の中行ってて、うん、で、普通にあの便座座って、うん、量足してんの、うん。で、まだ夢見んねん、そのまま。うん、そうやな。うん、で、ちょっとしてから、起き、うん、目覚めたら、もう濡れてて、あ、っていうのが、現実か夢か分からなくなるやつね。そう。それはね、覚えてるよ。朝起きて、うん、で、朝起きた時点で、膀胱パンパンになって、はいはい、けど私の場合、睡魔が強くて、うん、睡眠か。そう、でも、トイレ行きたい、けど眠たい。うんうん、まあ、また次起きたら行こうっていうので寝てしまって、うん、これ寝てしまったから、もうじゃあ、あのお漏らししたって言うけど。なるほど。いや、まあ、わかる。トイレ行きたいのと寝たいの、うん、あの、うん、うわ
ってなる感覚めっちゃわかるわ。そう、それで言ったらね、あと女の子の日もね、うん、夢で見るときあれへん、はいはいはい、え、日でかない、ない、え、マジで、だいたい夢で女の子の日とか血の夢見たら次の日になってるとか、うんうん、あ、そうなんや、神様からのお告げみたいな、お告げ、お告げやけど、そういう感じやろ、あるけどな、まあそうですよ、まあなんかまた靴の話からずれた、また汚い話、え、まずイメージ変えていこう、あ、一旦曲を挟みましょう、はい、はい、ミワさんでミラクル、どうぞどうぞ。